釜石艦砲射撃は太平洋戦争末期にアメリカとイギリス領海軍の連合国軍艦隊が岩手県の釜石に対して行った2度の艦砲射撃のことである。一度目は1945年7月14日にアメリカ海軍の戦艦部隊によって行われた。北海道空襲など一連の日本本土攻撃を開始したアメリカ海軍の機動部隊は 第38任務部隊から分派した第34.81任務対象省のサウスダコタ、インディアナ、マサチューセッツの参戦艦を中心にボルチモア90巡洋艦のシカゴ、クインシート9隻の駆逐艦が釜石を砲撃した。主要な攻撃目標は日本製鉄釜石製鉄所だった。この砲撃で日本側の一般市民424人が死亡した。なお、 釜石湾では日本海軍第221号解剖艦と第48号区選艇が応戦したが第48号区選艇はアメリカ関西機の攻撃を受けて湾内の千鳥島付近で沈没した。二度目は同年の8月9日にイギリス海軍とアメリカ海軍の合同部隊が行った。 参加したのは前回と同じアメリカ海軍の第34.81任務隊のほか、イギリス海軍の第37.18任務隊であった。この砲撃により、日本側の一般市民281人が犠牲となった。当時、現場に居合わせた者の,の証言によると、最小山側から順に海側に射撃していた。結果としては、 平地に炙り出された人たちを待っていたのは敵機による機銃掃射であった。証言者は逆に山側に逃げたため一命を取り留めたという。また、宮城県気仙沼町に在住していたものの、証言として当日はズドーン、ズドーンという音が聞こえ、後で釜石への砲撃があったということを知ったという。釜石湾を望む薬師山山町には、 88式7センチメートル野戦校射砲を装備した独立校射砲、第34中隊が婦人していたが同体陣地も攻撃を受けてほとんど汚染できず翌10日にもアメリカ関西機の攻撃を受けた。ありがとうございます。